いやいや、負けじゃ負けじゃ。敵ながらあっぱれ。三成殿、茶坊主、小細工、そろばん名人など揶揄されるが、自らの俸禄の半分でわしを召し抱えたその無欲さ、清廉なる野心がわしには何より好ましい。三成に過ぎたるものと言われておったが、最後まで武士らしき方向もろくにできぬとは。三成殿こそわしには過ぎたる主君であった。